皆さんこんにちは、ワナルイルビジです。では今回はギレンの野望ジオンのゲーム、ジオン軍編続きをプレイしていきたいと思います。まず前回までにですね、オーストラリアトリントン基地の攻略を完了して、現在はですねベルファスト基地の攻略戦、これを行っています。ベルファスト基地の方には黒い3連星を、さらにオーストラリアトリントン基地を攻略したシャアのズゴック部隊も増援としてベルファストに入っているという状態です。宇宙の方はですね、連邦軍の星1号作戦をキャッチ、これの迎撃戦を行うためにサイド1の中域にガトーの部隊を集結させたというところになります。なのでね、連邦軍の星1号作戦が発動され次第これの迎撃戦をね行っていくというところになります。特別作戦の方はですね、まずペズン計画、統合整備計画、そしてキシリアによるフラナガン機関の設立、この3つ実行してますので、まずその様子確認していきたいと思います。戦いの長期化に伴い戦場はあらゆる場所に拡大しています。モビルスーツの用途は多岐にわたり、全ての要求を満たすことは不可能です。この問題に対し開発部から極地専用モビルスーツ開発計画ペズンが提案されました。予算の投入をご検討ください。はい、ペズン計画を開始します。開発部の報告をお待ちください。現在我が軍は様々なモビルスーツを戦線に投入することで多大なる戦果を上げています。しかしモビルスーツごとに異なる操縦方法は前線の兵士たちに負担を強いています。この問題に対し開発部から統合整備計画が提案されました。予算の投入をご検討ください。はい、統合整備計画を開始します。開発部の報告をお待ちください。総帥、提案があります。フラナガン博士を中心とする研究チームはニュータイプ能力の軍事利用を実現するシステムサイコミュニケーターの開発において具体的な研究成果を提示しています。フラナガン機関を設立し本格的な研究を開始するべきです。はい、フラナガン博士にフラナガン機関の設立を命じます。朗報をお待ちください。ここからはベルファスト基地の攻略やっていきたいと思います。ベルファスト基地の方にはすでに冒頭でお話した3連星と、あとはシャアのズゴック隊も送り込んでいて、戦況はもう優位に進んでいます。残りの敵部隊を掃討してこのベルファスト基地の攻略を完了させていきたいと思います。シャアはランク A までも上がってますね。格装19、射撃反応がそれぞれ17というね、驚異的な数字に仕上がってくれています。まあ、せっかくなのでガイアンも見ておくとですね、ガイアンもランク A まで上がってまして、格闘15、射撃反応がそれぞれ12、13という数値まで上がってきています。オルテガマッシュもね、同様に能力はやっぱり高いですね。ロベルト・アポリーのね、まあ、いわゆるシャアの部下ですけども、まあ、平均以上のやっぱりいい能力は持ってくれています。だけで勝てると思うなよ。これでベルファスト基地の攻略戦が完了になります。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。まあ、ズゴックとドムを主力で組んだので、まあ、敵もベルファストは大部隊でしたけどもね、これの撃退に成功しています。では大本命、連合軍の連邦軍の星1号作戦、これの迎撃戦を行っていきましょう。敵部隊が侵入してきました。まず敵の数、あとはその陣容ですね。まあ、まだ影でしか見えていないですけども、マゼラン海と思われる艦影、これが5ですかね。あとはジム、パブリック、ボールという部隊が敵の編成になっています。で、我々の方の編成もね確認していきましょう。我々の方ですけども、ドムが12、
あとはまあザク1とザク合わせてなりますけども、ザクが4、ガトルが3ですね。指揮官はこの中域に関してはデラーズになっています。その他ムサイ2隻、これにはドアニングとバロンが登場しているものになりますね。では早速迎撃戦展開していきましょう。まあ、ここは進行戦ではなくて防衛戦になってますので、敵がねやってくるのを待って一気に集中攻撃を浴びせて迎撃していきましょう。まあ、注意しなきゃいけない点としては、まあ、序盤に関して言うと特にになると思うんですけども、敵のマゼランクラスがですねきっと先制攻撃という形で長距離砲を撃ってくると思うので、そこでねダメージを食らわないようにしていく必要があるかなと思います。その後は敵を引きつけて引きつけて、モビルスーツ隊、特にリックドームの部隊ですね、これで集中攻撃を浴びせていきましょう。まずはマゼランの長距離砲が来ると思います。これうまくね回避していってもらいたいと思います。まあ、ザクワンはねもう捨て駒扱いでいいと思います。まあ、ザクワンは当て馬に使ってですね、ザクワンを攻撃した敵をリックドーム隊で叩くというね戦い方でいいのかなというふうには思っています。最初にね、まずは索敵で確認をしていっちゃいましょう。索敵を当てたら続いてリックドーム隊を出撃させていきます。我が祖国がこの宇宙に光をもたらすその日まで、まあ、ガトーとエギューデラーズみたいに有効設定がついているキャラクター同士を隣接させると、さらに能力にプラスの補正がかかりますので、有効キャラクターをね設置させていくっていうのはね有効な戦術の一つになるのかなというふうには思っています。あとやっぱエースパイロットが乗ったまあ、リックドームの3スタックでマゼラン回を一撃死できるかどうかっていうのはね注目しましょう。それによって今後ね攻撃する時の選択肢が変わってくると思います。まあ、つまり攻撃を集中するのか、それとも、3機スタックでねマゼランを一個ずつ撃破していくのかっていうところで攻略の効率もすごく変わってくると思うので、そこはしっかり確認していきたいと思います。ちなみに今ザク版パイロットなしですけど、これで、まあ、マゼラン半分以上は削れてますね。これだったらリックドーム隊、例えばガトーが乗ったリックドームで無人のリックドームが2の3スタックであれば撃破できるんじゃないかなという期待はありますね。ここもサラミスでしたけども、カリウスの部隊が撃破してくれました。リクドームの3スタックですね。ここがガトーの3スタック。我々の理想を阻まれるわけにはいかんのだ。これはマゼランですね。うん、3スタックでパイロットが乗ってればリクドームだとマゼラン回であっても一撃で撃破できますね。まあ、エース部隊と言っていいと思いますが、このソロモン中域の戦い有利に進められています。できればもうこのターンで終わらせたいぐらいですね。敵の残りの数14、まあ、あの分散して攻めてきている状況なので、1回にね撃破できる敵の数あんまり多くはないと思うんで、まあ、注意だけしながらですね確実に撃破の数増やしていきましょう。ここトワニングが持ってくれるかどうかだな。ちょっと敵の攻撃が集中しているので微妙なところではありますが、持たせてほしいな。大丈夫だね。まあ、ムサイもですね今は後期生産型のムサイが作れるようにはなってるんですけども、あんまりねその戦艦とか巡洋艦にお金を使う余裕もないので、ムサイがね撃沈されないようにっていうのはね注意をやっぱりしていきたいなというふうには思っています。
なので、トワニングの無才も一度拠点に入って下がりましょう。さあ、敵部隊はほぼ壊滅させましたね。まあ、ただガンキャノンとかガンタンクからはですね、コアファイターが生まれ出てくるので、まあ、残念ながらそれらは打ち漏らしということになりますので、次のターンでね、確実に、まあ、生まれ出たコアファイターも倒して、この敵の星1号作戦を潰してしまいましょう。ガトーもね、オールドタイプとは思えないほどの格闘射撃反応速度持ってるんで、まあ、シャーと比較しても本当に引けを取らない、そういう能力にガトーも育ってきてますね。なんとたわいのない外周一色とはこのことか。まあ、ジオン軍はエースパイロットが豊富なので、そういう意味では育てる楽しみもいっぱいありますね。お、攻撃を仕掛けてくれたか。これだと反撃で終わらせることができそうですね。悪狼と呼ばれる私に戦いを挑む。次のターンを待たずに全力でお答えしよう。連邦軍の星1号作戦を潰すことに成功と言えると思います。私に負けても連邦軍側の進行作戦だからなんですかね。まあ、通常こういうシチュエーションになると敵は逃げの体勢に入るんですけど、逃げなかったですね。敵部隊の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。では連邦軍の星1号作戦潰すことに成功しています。ギレン閣下、親衛隊隊長がお見えになっています。親衛隊隊長というのはデラーズのことですね。何のようだ、申してみよう。は、宇宙要塞ルナ2に対する攻略作戦の提案に参りました。ルナ2、あの要塞にどれほどの価値がある？ルナ2そのものにはおっしゃる通り価値はありません。必要なのはその空域とサイド7にあります。ふん、建設中のコロニーか。サイド2のコロニーは大きすぎてコントロールできず目標を外してしまったが。はい、サイド7ならば確実に。それともう一つ、この作戦を確実に遂行するためにも封印された核兵器の使用を許可願います。これらの提案についてギレンザビは即答を控えたという。コロニー落としと核兵器の使用、すなわち南極条約を破棄するということだったからである。はい、これは第二次ブリティッシュ作戦の発動を生むというサイコミューの実用化に成功しました。ところになりますね。サイコミューは脳波伝導システムの一種で、ミノフスキー粒子下での無線兵器の誘導を可能にします。これを応用することでニュータイプ専用兵器の開発が可能になります。フラナガンからの報告です。報告いたします。レギン皇王と連邦政府の和平交渉は成立しました。そうか、これ本来だったらね、実験がないとはいえソーラレイを発射して兵士たちを動揺させ士気が低下しています。デギン皇王もろとも葬り去るという選択肢があるようなんですけども、まあ、残念ながら開発レベルが、そのソーラレイを開発できるところまで進んでいない。これ基礎技術レベル今7なんですけども、10まで行っているとソーラレイの開発提案がされて、その後ソーラレイを使ってデギン皇王もろとも撃破するというね、選択肢が出てくるようなんですが、まあ、残念ながら今回そこに至っていないので、デギンと連邦の間で勝手に和平交渉が進んでしまったというところですね。士気が下がっているということですので、ここは特別作戦演説で回復をしていきたいと思いますが、その様子はね、次回お伝えしていくとして、今回はねここまでにさせていただきたいというふうに思います。